はいどうも、花見です。では本日もテニゴーの方やっていきたいと思います。ではでは、カバジさんがいましたので、カバジさんからスタートします。レベル4の第2話になりますね。あ、そっか、アンケートの後だったっけ評定で中学2年生には協力してもらっていいと、アトベさんからのちょっと助言というか、アトベさんから許可いただきましたので、これをいきましょう。中学2年生とアンケートを協力するという。みんなすみません日吉若し病で、あとカバジのいいところを答えられるって言ってたもんな。まったく手が焼けるぜ。自分の長所くらい分かっとけってすみません。いやいや、まあそういうのもカバジらしいよな。そやな。あ、自分の長所が分からないところってことも書いとくか。え書かなくていいだろじゃあどうしよっか。カバジの長所、強み、そうだな、うん、どうやって、答えを言っちゃダメってね、アトベさん言ってたからね。悟さなきゃな、そっちに誘導しなきゃな、カバジを気づかせなきゃ自分で。おい黙るな、たくさんあるはずだろ。いや、いざとなるとなんか迷うよな。え、大鳥くんも迷い始めちゃった。すみません。まあ言えるけど、カバジが気づかなきゃ意味がないもんね。カバジが謝ることないよ。そういや、日吉さっき自分がカバジだったら秒で10個は言えるって言ってたよね10個教えてほしいです。いいの、答え言っちゃって。いや、あの時はそう言ったけど、いざ考えるとなかなか。なんだよ、嘘なのか。いや、あるだろう、カバジのいいところ。大きく言い過ぎだよ。言い過ぎだよ。でもあるんだよな、別にカバジは本当に10個以上いいとこあるんよ。自分のことなら言えるんだが。言えるのさすが我が強い評定生だぜ。3年生たちはどう考えてるんだろう。先輩たちだったらやっぱカバジのいいところもっと気づいてるんだろうな。うん、客観的により見れるかもね、後輩のことは。素直に教えてくれりゃいいのによ。まあ教えちゃったらってのも、アトベの気持ちもわからなくもないよね。でも3年生もいつまでもいてくれるわけじゃないし。やめて、卒業せんといて。来年は俺たちが評定テニス部を引っ張っていかなきゃならないんだから、いつまでも頼ってられないよ。ふぃー。ああ、もちろんわかってる。絶対に下克上してやる。切な。うっす。切なすぎる。カバジといえばやっぱコピー能力だよな。相手の技をコピーできるってことは、それだけ観察眼が鋭いってことじゃないか。うん、そうだな。相手の能力を詳細に把握できてなけりゃ技をコピーなんてできねえんだから。うんうん、できねえって言った今日吉若しそんな言葉遣いするんか。コピーできるってことはそれだけ器用ってことでもあるかもな。うん、いや器用じゃん、知ってるでしょ皆さん、その器用っぷりを。何でもで作れちゃうよ。ああそうだよな、分かってたって普通はいきなり真似なんてできないもんな。うん、裁縫とかも得意で手先も器用だし、そういう能力を生かしてるってことかも。そうだね、器用な方ってことだよね。それだけ手先が器用ってことは、細やかなボールコントロールなんかもこれからもっと伸びてくかもね。確かに、それは確かにやな。確かに、なんだ結構出てくるじゃん。川地はね、パワープレイヤーのイメージがあるけどさ、そうなんだよね、なんか絶対に今後コントロール系のキャラになってもいけそうなんだよね。わあ、たくさんあったね、いいところすげえわ。ん、カバジ赤くなってる？もしかして照れてんのか？よし、こんなに褒められたことないです。カバちゃん、カバちゃん、いいとこいっぱいあるよ。やめろ、そんな赤くなんなよ。カバジンそんな照れられるとなんかこっちまで恥ずかしくなってくるだろそうだな、
でもこういうのもたまにはいいんじゃない。協定2年生平和すぎる争いがない。もっとカバジのいいとこ考えよう。ああこうなりゃとことんやってやるやばい世界平和だここだけ。うっなんだこれ心穏やかになるわ。カバちゃんおカバちゃんのカバちゃんのストーリー最後だ。いたいた。どうかけたかけたアンケートかけた。アトベさんお報告に行くのかい。カバジかどうした。アンケートかけました。お待たせしてすみません。アトベが郵送するのかな。まとめて新聞部にそういう仕事をしてんやな。大変だな。構わねえよ。しかと受け取った。しかと受け取った。はいよろしくお願いします。失礼します。うん読んでる読んでる。よう後部何見てるんだ。ああ2年のアンケートか。すごいな。学校のこともねこの合宿所でやらなきゃいけないから大変だよね。高校生もやってんのかな自分の高校のこととかさ。まあ高校は中学と違って自由だから言うてそういうイベントもないかな。中学の方がなんかしがらみじゃないけどイベント多そうだしね。いやすごいみんな忙しいね。ああさっき提出しに来た。あいつらなりにだいぶ考えたらしいな。おいい答えありました。ほんまや結構書き込んどるやん。多少はマシになってるな。マシいやいや上出来じゃん。やっぱ2年に任せてよかったな。任せてよかったな。ジロちゃんが言うの。さすが同期カバジのことよく分かってるみたいだな。同期そりゃそばでずっと見てるんだからな。このくらい分かってて当然だろ。まあ、アトベさんは4歳か3歳か4歳か忘れたけどなんかそんぐらいからずっと一緒にいるからまあアトベさんが多分一番カバジのことは知ってるけど、でもアトベさんが見るカバジと同期から見るカバジってやっぱ絶対違うもんね。これからは多分同期といる時間の方が長くなっていくはずだからね。いい仲間だね本当。そこは素直に褒めてやってええんやないかよくやったとかたまに言うからちゃんと。褒めてなくはねえよ褒め方。このアンケート本当によくできてるな。カバジの観察眼や洞察力が鋭いってのはほんまにそうやな。あ回答がよくできてるってこと。マジマジ俺もそのおかげでだいぶ助けられてるし信じられないようなとこで眠ってるジローを見つけられるのも洞察力のおかげだな。そうね。もう人は多分カバジしか無理やね。マジ感謝だし。どうすんの高校上がったら。カバジも多少は成長してるみたいだ。してるよすごいぞ。ああ特にこの合宿に来てからはそうかもな、最近はアトベ以外のやつと一緒にいるとこ見るのも増えたよな。そうだね。ニオとかね真田もねもうカバジのこと好きやし。ニオともよくいるみたいだぞ。アトベからも独り立ちしてきたんじゃね。おおついに。いいことじゃねえか。いつまでも俺様の後ろにいるんじゃ困るからな。とか言うてちょっと寂しいやないかまあ匂いに懐いてんのはちょっと納得いかねえけど匂い王国やからみんな王国ね建国しがちやからな。まあどんどんたくましくなってるってことでいいことだ。カバジもこれからの評定を背負ってく存在だ。うんそうだそうだだよなだよないやまだまだだろう。もっと成長してもらわないと困るまだまだしごくつもりか。アトベ様はスパルタやな様つけんな。それだけしごきがいがあるってことだ。あいつはさらに強くなるぜ。いいですな期待されてんぞカバジ。中2ねどうなるんでしょうね来年の評定は。
ではでは壁打ち行ってきます。頑張ります。楽しかったです。はい、さあ行くぞ。はい、後日談5日目の夕方まで、勝手にやってました。で、夕方で跡部さんが出てきたのでやっていきますね。3話目かな。すいません、お祭りやん。お祭り行くのみんなで。嘘だろなんで合宿所の近辺こんなに祭りとかさ施設があるの。すっごい充実した山。じゃあ行きましょう。夏じゃないのにね、秋でしょ今。11月とかだったよね、合宿所が始まるのって。こんなやってんの。縁日だな、今日祭りなんかやってたのか。マジかよ。いえ、それにしては様子がおかしくないですか。俺たち以外に誰も来てませんよ。いや待って、まさかいやまさか、まさかとは思うけど、まさかか。ほんまや、俺らしか客がおれへん。何時にここ集合なみたいな感じでみんな来たのかな。なんか貸し切りみたいなまさかですか、まさか貸し切りあ、もしかして貸し切りといえばアトベフェスティバルへようこそよくさ、そのお祭りがジャパニーズお祭りがこんな感じだってよくご存知やね。連れてってもらったんやろな、いろいろと評定のメンツに経験者によってこのお祭りが構築されたんやなだと思って。ほんとお祭り貸し切りって聞くともうアトベってなるよね。あ、アトベ、ほなやっぱりこの祭りはもうやっぱりだもんね。やっぱりってちょっとある程度脳裏にアトベの顔が出てくるんやろな。ああその通り。わあ、俺様からお前らへのプレゼントだこんな大層なプレゼントなんでだよ、またプレゼント返されるじゃん。貸し切り縁日のプレゼント。もうなんでそれってもしかしてこの前の俺たちの。ああ、施されたら施し返す。特に嬉しかったことには1万倍返しといきたいところだこの人1あげたら5億倍ぐらいなんかとんでもない額のもの来るじゃん。うかつにあげれんな、トメさんにね今日は全て俺のおごり。好きに飲み食いし大いに遊べ。すげえ、なんか有名 YouTuber がやりそうな企画だな縁日貸し切り。どれでも。ああ、好きなものを好きなだけ食え。いやもう逆に明日の練習に響くからノリ悪いノリ悪いやつ逆に明日の練習に響くからちょっと食は。なになに、何の音何の音。おお、カバジが行ったぞ。あの巨体で生え。ノリいいな、カバジノリいいじゃん。嬉しいよ、そうやってちょっとテンション上がってくれると。試合の時より早いんやないか。めっちゃテンション上がっとるやん、カバジ。よし、俺らも行くぜ。なんかもう逆にみんな誘いてえけど、でもアトベさんも評定のみんなへのプレゼントだからな。ああ、評定だけで楽しむんやなこれは。おお、なになになに食べてる、おいしい早速お好み焼きか。口のままにソースだらけだぞ嬉しいこんなに喜んでくれるとアトベさんめっちゃ嬉しいだろうね。俺はたこ焼きや。おっちゃん、たこ焼き一丁。おお、すげえ、ステーキがあるぜ。ステーキ、英語って書いてあるぞ。え、めちゃくちゃでかい肉じゃんか。英語サイズってこと英語サイズ。あ、いや、それサイズじゃなくてランクだろめちゃくちゃいい肉なんだよ英語用紙のサイズかと思ったウケるめっちゃテンション上がっとる、カバジ。ああ、もうカバジが食ってる。早く食わないと全部食われる。うわー、おいしい。英語ランクのステーキを出す縁日って何なんだよ
アトベ部長は食べないんですか？今日は貴様らへのサプライズだからな。ホストは食べるのがメインじゃない。うわ、わきまえてやがる。かっこよすぎる。アトベさん、アトベさんやばすぎる。この人にうかつにプレゼントできねえ。プレゼントできねえ。すげえサプライズ返しされる。サプライズとはそういうものだろ。うわー、勝てない。やっぱりアトベにはかなわねえな。ね、勝てないね、これは。受け取ります。いや、俺様へのサプライズもなかなか良かったぞ。本当に？そうか、そりゃ良かった。喜んでんだな。こんなサプライズ返しするってことは相当嬉しかったんだろうね。もうだって数日で、2日前とかでしょ、サプライズしたの。それを2日でこんな計画立ててさ、相当嬉しかったんだね、アトベさん。俺らもまたアトベが泣いて喜ぶようなサプライズ考えるからな。泣いて喜ぶの見て。ええ、絶対下克上してみせます。これは超えられないけどさ、こういう趣向では。でも違うベクトルからのサプライズはいけそうだよね。そうか、そりゃ楽しみだ。一生サプライズの試合一個じゃん。なら今日はサプライズ前夜祭としてたっぷり楽しむといい。盛り上がっていけよ。おい。え、何の音、何の音。何の音今。マジおもろいんやが。嘘でしょ。まあ、評定っていいな。ああ、俺様の出番か。なるほど、いい感じじゃねえの。いや、トベさん面白かったね。あとは入江さんかな、今、継続しとるというかやってる人。あと、まあごめんなさい、動画映してないんですけれども、録画してないんですけど、千歳千里も実は裏でやってて、なので、まあエンディングに関わるであろう12人のキャラクターを、やっていけてらなっていう感じですね。おしたりさんいるけどさ、ごめんね、エンディングに関わってないからさ、ちょっと飛ばしますね。さあ行くぞ。はい、後日談6日目のお昼にやってきました。入江かなたがいたので早速やっていきます。2話目だっけ。2話目やね。珍しいメンツ、何それ。見て、入江おもろ。しかし高校生ってさ、さっぱり実力が分かんない人たちばっかりだけど、その中でも入江先輩は特によく分かんないよね。あ、先輩呼びなんだね、次郎ちゃんって。なんかさん付けする人もいればさ、高校生のことを先輩って呼ぶ人もいるからね。まあ同じ学校じゃないからさん付けの方がいいの。でも先輩だよな、この合宿所の先輩だもんね。そうやな、一緒にうちを取ると気づかされることも非常に多いし、相当な実力者やとは思うが。あ、打ち合うことあるんだ、やっぱ。掴みきれん何かをうちに秘めてはるところがあるように思う。あ、それやっぱ感じるんやね。ええ、私も同感です。そうやすやすと信じるにはあまりにも危険な人物でしょう。まあ油断できない。マジ信用されてねえな、イリエ。うわ、阿久津もそんなこと言うなんて珍しい。でもでも、そんだけ強いってことだよね。すげえワクワクするし。やば、強いってわかるんやね。やあ、みんな何の話をしていたの。張本人だ。いえ、特に何。特に何もじゃねえだろ。そう、楽しそうな話をしているのかなと思ったんだけど、違ったかな。よくみんながワイワイしているところに何の話だいとか言えるよね。メンタル強えな、やっぱ入江。違わないし。お、入江先輩が強いって話をしてたんですよ。うわ、言っちゃうんだ、芥川君。それは光栄だな。でもみんな僕のことちょっと警戒してるよね。まあそりゃな、そりゃまあそうだろう、その態度。分かってんならいちいち聞くんじゃねえ。アクちゃん、やっぱ高校生に対してもその態度で、まあお頭に対してもこの態度だったから、すごいな。
やっぱり。でもそう心配することはないよ。何かを企んでなんていないから。君たちはありのままの僕を見ていてくれればいい。怖いよ。本当ですか？もちろん。僕はただ君たちのことを知りたいだけだからね。あー、俺ももっともっと入江先輩のこと知りたい。なんかもうジロちゃんが入ってくると全てがあれだね。ハッピーになるね。みんなこんな警戒してんのにさ、知りたい、もっと知りたい。いいな、ジロちゃん本当に最高。嬉しいよ。もう下打ちしないの？絶対に企んでますね。あ、ジロちゃんは純粋に知りたいって言ってんだろうね。やはりそこが知れん人や。うん、ジロちゃんも入江さんのことはやっぱり底知れぬ何かがあるって言ってたしね。まあでもジロちゃんいるとハッピーな話になるね。その意外がなくなるよね。そのギスギスというか空気感がすっごい穏やかになるというか。さすがジロちゃん。じゃあまた入江さんが来るまで飛んでいきますね。さあ行くぞ。7日目の朝にやってきました。入江さん、これは見たら、まあ、時間もちょうどいいかな。終わろうかな。7日目の朝でも最終日だよ。うわ、見たー。お頭と真田見たすぎるでしょ。マジか。まあ、入江さん見るか。3話目ですし。異色のメンバーだね、いつも。先日の跡部くん主催のジャズコンサート、とても良かったね。え？何？何の話？そうですね。え？いいリフレッシュになりました。え、ごめんごめん。入江さんの演奏も素晴らしかったです。何の話ですか？ジャズコンサート。何の話ですか？え、誰かのストーリーの話ですか？入江も演奏したのか？何の話ですか？うん。飛び入り参加させてもらってね。いつですか？あんなに大勢の人の前で演奏するのは少しご無沙汰だったから緊張しちゃったな。いつの話やねん。とてもそんな風には見えませんでしたよ。知らねえうちになんかいろいろやるのやめよう。合宿だけやっててよ。何いろんなイベントやってんの。充実していたようで何よりだ。めちゃくちゃテニス以外やってんじゃん、いろいろ。オチも聞きに来ればよかったのに。どこでやってたの？ここじゃない、どこか。申し訳ないが、さして興味はなかったからな。何でも興味ないやん。入江の演奏は気にならないでもないが。いや、興味あるやん。どっちやん。じゃあ今度僕がどこかで演奏するときには張り切って招待しないとね。そうだね、招待したら来ると思うわ。機会があればな。絶対来てな。ツッキー絶対興味あるから、ツッキー来てな。そういえば休日の夜、精神統一をしているときにサックスの音が聞こえてくることがある。統一の邪魔になってない？大丈夫？自分から聞いたりすることはあまりないが、あれは悪くない。お、良き、いいらしいです。え、それって入江しかいねえ。入江しかいねえ。ここでサックスを吹く男は入江しかいねえ。ん？あ、いえ、何でもありません。何そのニコーは。そういう音楽の聴き方もいいよね。無理して前のめりにならなくても、その人ならではの聴き方ってあると思うよ。うん、かすかに流れてくる音楽が好きみたいな。なるほど、そういう考え方もあるのだな。参考にさせてもらおう。最初はスタミナ強化のために始めたサックスだけど。そうなの？それがこんな風にいろんな人に楽しんでもらえるなら、ずっと続けていくのも悪くないね。そうなの？肺活量、肺活量のため？マジ？いろいろとマジ？って思うストーリーやん。ジャズコンサートってなんだよ。よっしゃ、壁打ちじゃい。それじゃやろう。結構いい感じだったんじゃないかな。
よっしゃ、レベル4の入り江をゲットできたので、あとはエンディングに行くだけですね、だと思います。もう多分間に合わないんで、あと昼夜でしょ、あと 2個しかないんでね、時間は後日談7日目の時間は、なのであとはエンディングに行くだけです。どうかエンディングちゃんと最後のラスト1個になりますように。そして時間がいいところになりましたので、今日はこれで終わりたいと思います。次回は多分エンディングの画面からスタートすると思いますので、どうぞお楽しみに。はい、じゃあよかったと思ったら、グッドボタン、あとチャンネル登録の方どうぞよろしくお願いいたします。では本日もご視聴ありがとうございました。